平野紫仕様、アメリカのタイムズスクエアに輝く。こんにちは、皆さん。今回は、日本のアイドル、平野紫仕様がアメリカのタイムズスクエアに登場した驚きの瞬間を共有します。ただ広告が掲載されただけではありません。それはファンとコミュニティの力強い結集の現れであり、社会的な影響をもたらしました。彼がタイムズスクエアに登場するには、わずかな費用がかかることがわかりました。 情報の内容や長さによって500ドルから5000ドルの費用がかかるということ。しかし、この出演は単なる広告ではなく、新たなショーの始まりを象徴していました。彼のファンが彼をアメリカの広場に連れて行ったことで、この瞬間は独特の輝きを放っていました。平野仕様は経済的にも大きな影響を持つ存在です。参加したプロジェクトは発売初日から即完売となり、有名なレーベルからの熱いオファーが殺到しました。 彼の才能と魅力は国を超え、国際的なステージでも高く評価されています。ファッションウィーク中に彼の登場に圧倒されたアメリカ人たちも多く、彼のハンサムな外見が注目を浴びました。2024年春夏ページでは、その魅力がさらに際立っています。この瞬間をタイムズスクエアで共有することで、平野仕様の知名度はさらに拡大し、新たなファン層を獲得する契機となりました。 登場によって引き起こされた社会的な影響は計り知れません。多くのアメリカ人が彼を知り、彼のファンになったことで、異なる文化や言語を超えて繋がりが生まれました。これは単なる広告の範疇を超え、人々の心に響く特別な瞬間となったのです。タイムズスクエアで共有された動画に寄せられたコメントを見ると、感動が広がっています。初対面の人たちが、最高の誕生日プレゼントですね。いや、 タイムズスクエアの広告は素晴らしい。といったコメントを残し、共感と感謝の気持ちが垣間見えます。新しい瞬間には新しい質問が生まれ、視聴者たちは興奮とともに様々な質問を投げかけています。タイムズスクエアって、ニューヨークのタイムズスクエアと同じなのいや、そこで宣伝できるんですかなど、興味津々なコメントが並びます。 ヒラの仕様のファンたちが手作りの動画を共有することも可能で、それがタイムズスクエアの対応力の凄さを浮き彫りにしています。愛情あふれるコメントに加え、タイムズスクエアに広告を出すことができたことに対する感謝の意も現れています。最後に、ヒラの仕様自身もこの特別な瞬間に感謝の気持ちを述べています。アメリカの広場に登場するためにお金を払ってくれたファンに感謝します。 それは私がさらに世界に到達し、さらに輝くのに役立ちます。とのコメントが彼の謙虚でファンに対する感謝の気持ちを示しています。この記事を通じて、平野紫耀の登場が広がる喜びや感動、そしてファンとの結びつきを感じることができます。新しい瞬間が生まれ、それがコミュニティと共に世界に拡散していく様子は、まさにファンとアーティストの絆の深さを物語っています。